皆さんこんにちは。ゆっくり音楽チャンネルのゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムです。この動画では、音楽をもっと楽しむために参考になる、音楽理論や音楽の雑学について解説しまう。今日のテーマは、泣けるコードで転調する方法だぜ。泣けるコードで、しかも転調しちゃうの？そうなんですよ。それは、さぞかしエモい音楽になりそうだわね。ああ、今日解説するテクニックは、切ないけど明るい音楽を作る際にうってつけの方法なんだ。楽しみだわ。早速解説していきましょう。よろしくお願いします。まずは、この音楽を聴いてもらおう。でもいい曲なんだわ。そうだろ。美しい、美しいんだわ。切なくて、でも温かい、不思議な魅力がありますよね。この曲は、なんていう名前なの？これは、桜巫女さんという方の、桜風という曲だぜ。どなた？桜巫女さんは、ホロライブ所属のバーチャル YouTuber です。ホロライブ？ホロライブというのは、カバー株式会社が運営するアイドル VTuber の事務所だぜ。へぇ、そうなんだわね。実は、ヨウムがホロライブの沼にハマってしまってな。最近はホロライブのタレントのオリジナル曲ばっかり編曲してんだぜ。ああ、そういえば、最近このチャンネルの動画に、そういうのがたくさん挙げられてたわね。だからこうして私たちの音楽解説が久しぶりになったんだが、そのおかげで素晴らしい音楽に出会うことができたというわけだな。ありがとう、ヨウム。いえ。さて、それじゃあ曲の解説をしていくぜ。今日のテーマは、何だったかしら？泣けるコードで転調する方法ですよ。ああ、そうだったわね。そのテクニックを使っている部分の楽譜を示すぜ。わかりやすいように、波長調、Cメジャーに移調して示します。いい感じだわね。さて霊夢、この部分では転調しているところがあるな。どこかしら？ヒントは、調合です。あ、ここだわね。そうだ。この部分では、波長調から変補長調に転調しているな。波長調から変補長調への転調って、もしかして、単三度転調？そうですね。単三度転調って、前にネバーエンディングストーリーの解説をした時に取り上げた、新たな世界への幕開けを感じさせる転調だわよね。その通りだぜ。そうか、この転調が、泣けるコードを使った転調の方法ということなのね。と、思うだろ？うん。違うの？転調するときには、転調する直前のコードがすごく大事なんだ。転調する直前のコードって、このコードのこと？ああ。ここのコードは、Cm7th on Bb になっていますね。確かにそうだわね。霊夢、前に泣けるコード進行の回で解説した泣けるコードって、何だったかな？確か、E7th、だったかしら？その通りだ。あ、そうか、ここのコードは、E7th じゃないんだわね。確かにここの転調はとても印象的なんですが、その転調に使われているコードが泣けるコードではないんですね。なるほどね。あれ？でも、ここの楽譜に E7th のコードはどこにも見当たらないわよ。そうだな。しかし、確かにこの楽譜の中には泣けるコードが使われているんだ。え？どこに？ヒントは、転調した先の調と、その調でのコードの度数です。転調した先の調って、変補調調だわよね。変補調調はミフラットから始まる音階の調だな。そうすると、どうなるの？波長調での E7th のコードって、度数で言うと何度になりますか？E って、ミのことだわよね。波長調は度から始まる音階の調だから、ド、レ、ミ。ということは、3度だわね。そうだ。その音楽の調の3度の和音は、普通にダイアトニックコードを使ったらマイナーコード、つまり悲しい感じのコードになるんだが、それをメジャーコード、つまり明るい感じのするコードにしてしまうというのが、泣けるコードということだったな。ああ、思い出してきたわ。Eマイナー、じゃなくて、E、つまりメジャーコードにするってことね。そうですね。それじゃあ霊夢、この楽譜の変補調調に転調した先のコードで、3度のメジャーコードが使われているところはあるかな？
変補強調は E フラットから始まるから。ミ、ファ、ソ。E フラット、F、G。だから、泣けるコードは、3度の G メジャーになるということ？そういうことだ。そうすると、この楽譜で G が使われているところは、あ、ここだわね。正解です。そう。ここでは、G7 のコードが使われている。変補強調のダイアトニックコードの3度は、G マイナー、つまり悲しい感じのコードになるんだが、この部分では G、つまりメジャーコードで明るい感じにしてしまっているんだ。本来ならし、の音はフラットになるんですが、ナチュラルの臨時記号をつけて半音高くして、ソ、シ、レ、ファ、つまり G7 のコードにしてしまっています。なるほどねー。ここで泣けるコードが使われていたんだわねー。でも、今日のテーマは泣けるコードを使って転調する方法だったけど、これが転調と何か関係があるの？終わりだぜ。終わりなんですね。霊夢、コード進行の中で最も結びつきが強い進行は、どういうものかな？結びつきが強い？何かしら？結びつきが強い、ということは、言い換えれば強進行ということです。強進行？あ。ドミナントモーション。そうだ。波長調で言えば、G7 から C に進行するコード進行のことだな。G7? あ。そういえばこの楽譜のここの G7 の次のコードは、C になっているんだわ。そう？実はここでは、ドミナントモーションが行われていたんだ。しかも、ここでは変補強調から波長調に転調しているんだわ。元々の波長調に戻っているんですね。そうか。泣けるコードを使って転調する方法って、そういうことだったんだわねー。そういうことだったんだぜ。しかも、波長調に転調した時の最初のコードが、C、つまりその調の手話音になっているわ。ああ、泣けるコードで切なさがマックスになった次の瞬間、いきなり転調して、めちゃくちゃ明るい手話音のメジャーコードに進んでいる。そこに、この音楽が切なくて、でもどこか温かい不思議な魅力を持っている理由があるんですよ。うおお。この曲。名曲だわー。名曲だよな。でも、この曲が名曲である理由は、他にもあるんだぜ。え？他にも？前にネバーエンディングストーリーの回で解説した、波長調から変補長調に転調して、また波長調に戻る時のメッセージは覚えているか？確か、主人公は君だ？そうだったな。変補長調が物語の中の主人公で、波長調がそれを見ている君なら、最後に波長調に戻った時の主人公は、君自身だということだ。あ、つまり、変補長調は、桜美子さんで、波長調は、巫女さんのファンの皆さんということですね。桜巫女さんは、ファンの皆さんをとても大切にしていることでも知られています。いつもファンの皆さんへの感謝を忘れない、そんなアイドルの鏡なんですよ。主人公は、変補長調である桜巫女さんではなくて、波長調、つまりファンの皆さん一人一人なんだというメッセージが込められていると、私は思うんです。ああ。そんなメッセージが、それだけじゃない。この音楽のメッセージは、歌詞にも込められているんだ。え？歌詞に？さっき取り上げたこの曲のこの部分の歌詞は、こんな感じです。ほら、耳を澄ませば、一人じゃないから。一人じゃない？霊夢、この曲が発表されたのは、2020年3月なんだ。そうなのね。それがどうかしたの？霊夢さんは、2020年3月には、どんな日々を過ごしていましたか？2020年は、コロナが流行ってたから、特に何も、家にこもって、自粛してたわ。ずっと、一人で。って、ああ。そう、この曲が発表されたのは、コロナウイルスが猛威を振るっていた真っ只中の2020年。誰もが家にこもって自粛していた。そして孤独を感じ、先行きの見えない現状に不安に苛まれ、あるいは絶望していたことだろう。そんな時期に、この曲は発表されたんだ。ほら、耳を澄ませば、一人じゃないから。という歌詞を携えて。うおお。優しいんだわ。孤独を感じていたファンの皆さんは、桜美子さんのこの曲にとても元気づけられたことと思います。大丈夫、私はここにいる。あなたは一人じゃないよって。そうでしょうとも。ファンの皆さんは、この曲にどれだけ救われたことか、計り知れないな。しかし、そんな桜美子さんは、桜風を発表してしばらく経った2020年7月に、持病の悪化による療養のため活動休止の事態に追い込まれてしまいます。桜美子さんは、大丈夫だったの？安心してくれ。桜美子さんは、3ヶ月後に無事に復帰を果たしているぜ。ほう？よかったわ。復帰した際に行ったライブで、桜美子さんは、長期間活動できなかったことの辛さを語っています。そして、復帰できたことで感極まって、思わず号泣してしまいました。桜美子さんも、活動休止している間は、不安や孤独を感じていたんだわねー。そうだ。
だから、今度はファンの皆さんの番だ。ほら、耳を澄ませば、一人じゃないから。うわぁ。あ、暖かい。暖かい世界なんだわー。今日取り上げた音楽は、桜美子さんというアイドル VTuber と、そのファンが一緒に作り上げた。切なくも暖かく、愛すべき最高な音楽だってことだな。愛おしいんだわー。霊夢さんも、ぜひ桜美子さんを応援してくださいね。しますとも。というか、むしろさせてください。霊夢が桜美子さんのファンになったところで、今日はこの辺で終わりにしよう。それでは、せーの、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。